はい、亀井です。こんにちは。ついにこう2017年が終わりになり、あ、いいんでしょ、これちょっといいんでしょ、2017年、ついに2017年が終わりになり、今年末で皆さん大忙しの時期だと思うんですけれども、ここですごいリフレッシュできるようなグッズを発見しましたので、ちょっとご紹介したいと思います。いますよ。じゃん、見えますかね。頭リフレッシャーです。ちょっと私やったことなかったので、これでリフレッシュできるかどうかを判断したいと思います。じゃあちょっと早速開けてみたいと思いますね。シンプルですね。揺れてる、揺れてるの見えるかな。めっちゃ揺れてるんですけど今。これを頭に、どうやるの、少し広げてからお使いください。広げます。これを頭からかぶせるんですかね。やってみますよ。いいですかね。ちょっとこれあのくすぐったいですね。ちょっと自分でやってもくすぐったいかもしれないですねこれ。あ、でもあのなんか気持ちいいっちゃ気持ちいいですね。あんまりこう頭を触れることって普段ないと思うんで、これでちょっと頭を刺激するのもきっといいのか、いいんですかね。確かにすごい優しい刺激ですね。すごい優しいです。こんな感じですね。きっと気持ちいいですよ。よく多分これ自分でやるより多分誰かにやってもらった方がいいかもしれないですね。なんかあ、ちょっとあのなんかやってもいいですか。じゃあやってください。あ、うん、あ、なんか場所によるかも。ちょっと後ろの方がいいかもしれない。後方に行きますか。後ろの方、あ、めっちゃいい、気持ちいいこれ。あ、いいです、いいです。後ろがいいね。多分これめっちゃ上なんですけど、これもうちょっと後ろがいいかもしれないですね。この写真より、あ、いいですね。左右から行くのもいいかもしれないですね。あー、いいです、気持ちがいいです。あんまりこう髪の毛、私みたいに髪の毛がある人も、あの女の人とかも全然中来ますね。気持ちいいです。あ、ちょっとめっちゃすごいっすね。ちょっとくすぐったいかもしれないですね。誰かにやってもらいましょう。これを一人でやるより誰かにやってもらうと多分すごい気持ちいいと思います。はい、少しでもいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をぜひお願いいたします。バイバーイ。